コディ・アレン・エプリーは、ペンシルベニア州、ディルズバーク出身の元プロ野球選手。2008年にテキサス・レンジャーズからドラフト43巡目で、指名されて入団。この年は、ルーキー級のアリゾナ・レンジャーズと A 級、ミッドウェストリーグのクリントンでプレーした。2009年は、A 級サウス、アトランティックリーグのヒッコリーでプレー。2010年は、 A 級カリフォルニアリーグのベイカーズフィールドで開幕を迎え5月に A 級テキサスリーグのフリスコ7月にはトリプル a 級パシフィックコーストリーグのオクラホマシティに昇格した2011年は開幕をトリプル a 級ラウンドロックで迎え4月23日にメジャーに昇格した5月にはマイナーに戻された2012年は開幕前に レンジャーズの40人枠から外され、ウェーバーでニューヨークヤンキースに移籍した。AAA 級インターナショナルリーグのスクラントンで開幕を迎え、4月19日にメジャーに昇格した。2013年6月5日にヤンキースから放出された。2013年6月14日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。AA 級ロチェスターレッドウィングスでプレーしていたが、 8月20日に放出された。アトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズで6試合に出場した。11月26日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2014年6月19日に解雇となり、その後ランカスター・バーンストーマーズに復帰した。2015年もランカスターと契約するが、6月3日にトレードでサザンメリーランド・ブルークラブスに移籍。 2016年3月31日にサザンメリーランドブルークラブスと再契約。2018年まで所属した。2019年3月28日、再びランカスター・バーンストーマーズと契約した。2020年からはランカスター・バーンストーマーズの投資コーチに就任したが、同年限りで退任した。右のワンポイント要員として起用されることが多い。 サイドスロー投手。九州は80マイル台後半のフォーシーム、スライダー、シンカーを繰り出す。ありがとうございます。